釣りをするボートの下からアブクが湧き上がってきますね。どうやら何かが下からやってくるようです。あ、近づいてくる。水がもうボッコボコだ。うわ、でっかい口がガパッと開く。そこに並ぶのはギラつく歯。そして次の瞬間、超巨大なサメが飛び出してボートを一口で真っ二つにしてしまいました。今のはそう、メガロドン。地球上に存在した中で最大の魚です。今日人類が描くメガロドンはこのような姿となっています。言うなればホホジロザメの巨大バージョン。しかしこのイメージ、実は間違っていることが最近分かったんです。とりあえず現状分かっているデータについて見ていきましょう。体長は15メートル、だいたい地下鉄1車両分くらいですね。人の身長と比べれば 8.5 倍といったところになります。さてこれを現代のホホジロザメと比べてみるとしましょう。メガロドンはだいたいその3倍ということになります。もちろんこれはあくまでもざっくりとした計算。そもそもメガロドンの全身骨格は測定されたことがありません。というのもサメは全身が軟骨でできているため、絶滅してから360万年経った今では歯と椎骨いくつかを除いてはほとんど形が残っていないのです。恐竜は6600万年前に絶滅しているものの、骨が硬かったがためにその形が完全に残っており、さまざまな化石が発掘されています。というわけでメガロドンの体長は残された歯と顎をもとに計算されています。これが歯1本、長さは18センチメートル、皆さんの手のひらよりも大きいかもしれません。これがホホジロザメの歯と比べるとちょうど3倍程度となります。顎の大きさは幅2メートルで、そこには歯が5列にわたって並んでいます。つまりカミソリのように鋭い歯が合計276本あることになります。その他に形として残っている部分は椎骨で、全部で150ある椎骨それぞれの大きさは長さ15センチメートルほどです。カルシウムはここに集中しており、その理由はメガロドンが牛乳が大好きだったからというわけではなく、巨大なサメの体重を支える必要があったからです。この化石標本をもとにモデル化されたメガロドンによってその大体の大きさが計算されました。しかしこれ以上の大きさであることは考えにくいと言われています。それは呼吸が理由で、体が大きければ大きいほど必要な酸素が増えるのです。ということはエラが大きくなくてはならなくなります。エラは水を通してそこから酸素を集める器官。もしこのメガロドンの体がこれ以上大きかったとすると、呼吸がうまく行えなくなります。というわけで科学的には15メートルという体長が理論上魚が取り得る最大のサイズということになるのです。平均サイズで見ればメガロドンはこの15メートルを下回っていたと考えられます。よかった。ではお次は体重について。平均的なメガロドンの体重は30から35トンと言われています。比較対象のホホジロザメは1トン、30分の1ですね。信じられない。スクールバスの重さは4分の1の 7.5 トン。ですからメガロドンの体重はどちらかというと無人のボーイング737機に近いことになりますね。それでも海にいるシロナガスクジラはメガロドンを体長体重双方で凌駕しています。体長は30メートルとほぼ2倍、体重は180トンです。シロナガスクジラはメガロドン6匹分、あるいは旅客機6機分の重さを持っているということになるのです。大人の象33頭分とも言い換えられますね。いやー、なんとも驚きのデータです。お次はその姿形を見ていきましょう。実はメガロドンはホホジロザメには似ていなかったのではないかと言われているんです。そもそも魚の種としては別のものに属しており、シロワニというサメに近い見た目でした。平たい鼻先に小さな目、背びれは後ろを向いています。シロワニはほぼ同じ大きさの背びれを2つ持っています。メガロドンの体色は褐色で、腹部は真っ白、体中に赤茶色のブチを持っていたかもしれないと言われています。初めてその化石が発見された時はあまりにも衝撃的だったため、メガロドンは恐ろしい生き物ではないかと憶測されていました。
発見当時はルネッサンス時代。この時化石として残っていた歯が発見されたのです。当時この歯はドラゴンか蛇の舌であると言われていました。というわけで初のメガロドンの想像図はこのようなものでした。太い鼻先に鋭い歯がいくつも並んでいますからメガロドンですねえ。メガロドンは食物連鎖の頂点に君臨する王者であったと考えられています。メガロドンはハンマーのような衝撃を与える体当たりを武器にしていたと考えられています。しかし泳ぎの最大速度は時速 18km 程度に過ぎません。ホホジロザメが時速 50km に達することを考えればかなり遅いことになります。とはいえ人類最速の競泳選手は時速 10km が限界ですから逃げられませんね。その分メガロドンには巨大な体躯がありました。泳ぎが遅いもののその威力は強烈だったに違いありません。相手に不意打ちを仕掛ける戦法を好んだためチャンスは基本的に一度だけ。外してしまえば逃げ決めを与えるほどの速さはありませんから、メガロドンは大型トラック並みに小回りが効かなかったのです。この体当たりが成功すれば食らった相手は動きを封じられました。その後メガロドンは相手の急所、例えばヒレや尻尾を狙ったと言われています。太古のクジラの化石にはメガロドンの歯の跡が残されていました。メガロドンは獲物の内臓が集中している部位を知っており、そこを集中的に狙ったのです。動けなくなった獲物に対してメガロドンは歯をむき出しにしました。その口の中には人間が一人丸々入ります。また計算によると噛む力は11トンにまで達したと言われています。ずらりと並ぶ鋭い歯の先端に SUV3 台分の重さがのしかかるのです。ホホジロザメの9倍、あるいは現代で世界最強の顎の力を持つイリエワニの6倍の威力です。これがメガロドンの化石が発見された地図。南北アメリカにヨーロッパ、アジア、オーストラリアもありますね。メガロドンは海の王者で地球上どの場所にもいたと言われています。それどころか淡水のエリアにもその化石があったのだから驚き。メガロドンは恐れずに川へと入って狩りをしていたのかもしれないのです。またメガロドンは狩人ではなかったのではないかという仮説もささやかれています。これは体の大きさが理由で、そのせいで素早く泳ぐことができません。ホホジロザメのようなスプリントもすることができなかったため、逃げ出す獲物には到底追いつけなかったはずです。同時にメガロドンの骨格も問題でした。軟骨は骨よりも骨格として弱く、全身の筋肉はさほど多くはなかった可能性があります。メガロドンはむしろ死肉を漁って生活をしており、その他の生き物を襲うことはなかったのではないかと言われているのです。ひょっとするとこれがメガロドンの絶滅の理由なのかもしれません。メガロドンは水温が12度以上の暖かい浅瀬を好みました。しかし300万年前に地球の気候が寒冷化し、メガロドンにとっては食べ物が豊富な地域が減ることになりました。主な食料となっていた太古のクジラたちが数を消し始めたのです。そしてその死肉はより素早い生物に奪われることとなりました。こうしてメガロドンは飢餓に襲われ、その一方の進化の過程で新たな種、歯を持ったクジラが現れ始めました。このクジラたちは群れで生活をし、メガロドンよりも大きな脳を持っており、やがてメガロドンのライバルとして立ちはだかったのです。メガロドンの鈍さは付け入る隙でした。クジラたちはメガロドンとの争いに次々と勝利し、これがメガロドンを絶滅に追いやった原因なのではないかと言われているのです。世の中にはメガロドンは未だに地球の深海のどこかで生きているという仮説も存在します。オーストラリアの漁師たちがとんでもない大きさのサメに出くわしたと証言しているのです。しかしその真実の証明はできません。この説を支持する人々の中には、サメの中には自らの胃を吐き出し、その後元に戻すという気味の悪い能力のあるサメがいます。ほとんどのサメは大量に食べますが、飲み込んだもの全てを消化できないという問題が出てくるんです。ウミガメの甲羅やくちばし、鳥の羽や骨、ロブスターの爪などは吐き出さないといけませんよね。それで自ら胃の中身と一緒に胃そのものを吐き出すサメがいるんです。
それが終わると胃を元の位置に戻します。そのすべてが通常1秒足らずで行われるんです。ホホジロザメやアオザメなど数種のサメには目を温めるための特殊な器官があります。網膜が目と脳を温めるんです。こうすることで動体視力だけでなく解像度も良くなります。特にアオザメは水中を上下に移動するので温度差が大きいのです。ほとんどの人間は下顎しか動かせませんが、サメは上下の顎を自由に動かせます。それで獲物をしっかり捕らえて離さず、早くよりしっかりと噛むことができるんです。サメは一度にたくさんの子供を産みます。種によりますが、例えばヨシキリザメは一度に130匹以上の子供を産むことで有名です。ホホジロザメの噛む力はほとんどのジャングルキャットよりも強力です。この体長6メートルのハンターは1平方センチメートルあたり275キログラム以上の力を出せます。ライオンやトラの4倍の強さなんですよ。一方、人間の噛む力は1平方センチメートルあたりたったの10から14キログラムで全く勝負になりません。ナヌカザメは大量の水を飲むことで自己防衛します。水を飲むとサメの体は普段の2倍になり、敵を怖がらせるのです。サメは一生のうちに歯を5万本以上生やせます。ですが、全てが同じ歯ではありません。最も強くて巨大なのは前歯です。奥の方の歯は小さく、それほど強力ではありません。ですが、前歯が損傷を受けるとそれらの弱い歯が代わりになります。人間のように歯の根が深くないので動くことができるんです。サメの肌はサメ肌という名の通り、触った感じは紙やすりのようです。小さな歯のような鱗がついているからです。それらすべてが尻尾の方を向いていて、サメが水中を泳ぐ時の摩擦を減らしているんです。ジンベエザメの肌はとても厚く、15センチメートルにもなる部分もあります。動物の世界でもなかなかのものです。血液を採取するのには一苦労しそうですね。サメは嗅覚がとても優れています。でもそれだけでなく、もう一つの感覚を使って他の生物を感知しているんです。サメは嗅覚がとても優れています。でもそれだけでなくもう一つの感覚を使って他の生物を感知しているんです。サメには頭の周りと鼻腔の近く、鼻の下に特殊な毛穴があります。これは2つ目の視覚ともいえる特別な器官です。どんな生物も小さな電界を発生します。サメは毛穴でその電界を見つけ、どこに動物がいるかがわかるのです。サメは聴覚がとても鋭く、獲物になりそうな動物の音が900メートル以上先から聞こえます。魚の筋肉が収縮するときに出すような低周波音も聞き取ることができるんですよ。サメは4億年以上前から存在していました。5回の大量絶滅のうち4回を生き延びたことになります。エベレストより、人間より、恐竜より、木よりも前から存在していて、サンゴ礁が初めてでき始めた頃まで遡ります。ホオジロザメやウバザメは水中から飛び跳ねることができます。最高で空中 2.5 メートル以上にまで飛び上がるんです。このダイナミックな動きでアシカや海鳥を捕まえることができます。ですが、おそらくサメが水から飛び上がるのを見ることができるのは南アフリカだけです。サメの骨格は骨よりも軽くて、密度が2分の1の筋肉と軟骨でできています。それでサメはとても柔軟で、他の動物を追いかけるとき急な角度で曲がることができます。シュモクザメがおかしな形の頭をしているのには理由があるんです。この形のおかげで、なんと視界が360度なんですよ。目は少し前に傾いているため、視野が重なり立体的に見えているんです。ミツクリザメの恐るべき顎には伸縮性のある靭帯がくっついていて、鼻先から最大8センチメートル開きます。そして口を飛び出させて獲物を捕まえるんです。サメは人間みたいには眠りません。睡眠中も泳ぎ続けなければならない種がいるんですよ。そうでないとエラを水が通っていかず呼吸ができないのです。
その他の種は止まって眠りますが、意識はあるままで特殊な休息期間に入るんです。こういったサメにはまぶたがなく、目がいつも開いていて、瞳孔は周囲の状況を探っています。口も開けてエラに水が通るようにしています。サメは休憩なしで驚くほどの距離を移動することができます。これは奇妙な睡眠パターンのおかげなんですよ。例えばホホジロザメは止まったり休憩したりせずに 3200km 泳げます。なぜ飢え死にしないんでしょうね。肝臓に溜めてある脂肪を使っているからです。ところで肝臓は体重の最大3分の1になることもあるんですよ。サメは後ろに向かって泳ぐことはしませんし、できません。尻尾が体を前に押し出し、胸ひれでバランスを取ったり回ったりしています。ですので解剖学上、前へしか進めないのです。サメには声帯がありません。なのでお互いに音を出してコミュニケーションしたり、感情表現したりできません。それで体をよじったりひっくり返ったりして、動きを利用して表現するんです。サメは世界中の海に生息していますが、淡水の川や湖に住む種もいるんですよ。例えばオオメジロザメは熱帯の河川にいます。このサメは淡水と海水の両方で泳げることでも知られています。最も小さいサメはドワーフランタンシャークです。20センチメートル以上には成長しない珍しいサメなんです。でもその小ささは他の特徴で補っています。例えば光を発する内臓がいくつかあるんです。浅瀬に生息し、日光の中で周りに溶け込み、他の動物に見つかりにくくなります。ヨシキリザメはよく食べます。必要以上に食べることも多々あります。食べたものがエネルギーとして必要になるまで何週間も消化されないままになることもあります。サメには舌のように見えるものがあります。この期間は気舌骨といって、サメの胸から口にかけての軟骨の前の部分です。動かせず役には立ちません。このいわゆる舌は食べるときに役に立っておらず、味覚がもありません。唯一実用性として考えられるのは、エラをつなぐ骨をサポートしていることではない。深く潜れば潜るほど気味の悪い生物がいるといいます。海の最も暗く深い場所を旅して、それが本当かどうか確かめてみましょう。深海にいる生物は人間が考えるほど恐ろしいのでしょうか。ここは水深40メートル、足ひれの下の海底をよく見てください。うわぁ、半分砂に隠れたあの恐ろしい顔は一体何でしょうか。ノーザンスターゲイザーですよ。この魚はアメリカ東部にいます。何も知らない餌食が近くに来るまで砂の中に隠れているんです。そしてこの悪夢のような魚は、かわいそうな獲物に電気ショックを与え食べるんですよ。もっと潜って海面から70メートルまで来ました。体長30センチメートル以下のカラフルで膨れた生物がいます。サキャスティックフリンジヘッドです。この魚は一見無害に見えます。まあ怒らせなければですけどね。この魚が興奮すると巨大な口を開けて捕食動物を追い払います。この防衛戦術には目を見張るものがあり、と同時に驚きと恐怖の両方があります。次の生物は浅い海にも快適に住むことができます。ですが水深300メートルの場所で出会うことになるでしょう。それはクモヒトデという動物。海底をゆっくりと這うヒトデと違い、このクモヒトデは素早く動きます。長くて柔軟性のある腕をのたうつように動かして移動するんです。体は硬いカルシウム炭素の殻で守られています。スネークスターとも呼ばれるこの生き物は、小さくて岩の割れ目や裂け目といった目立たないところに隠れるのが上手。もっと深く潜った水深600メートルの場所では巨大なイカにお目にかかれます。長い間このイカは現実にはいない伝説の生物だと考えられてきました。ダイオウイカが最初にカメラに撮られたのは2001年のことです。名前の示す通りの大きさでした。このイカの目はサッカーボールの大きさくらいあるんです。そして全体の体重は270キログラムもあるんですよ。
水深およそ900メートルのところへ来ました。また気味の悪い生物がいるのでゾッとしますよ。やや赤く、そして随分小さい生物。体長は最大で30センチメートルです。近づくとかなりおとなしいように見えます。それともただ無関心なだけでしょうか。これはコウモリダコという生物です。触手のある傘みたいに見えますね。墨も出しませんのでそっとしておきましょう。そしてすぐに水深約1000メートルの場所にダルマザメがいます。これは寄生生物なんです。大きな魚、イルカ、クジラ、また時には人間にまでくっつくのです。そして綺麗に並んだ鋸歯状の歯でクッキーサイズの肉をえぐり出します。この光を出す意地の悪い魚は51センチメートル以上にはならず、海の弱光層に生息しています。水深1000メートルでは光があまり届きません。これほどの深海に住む生物は生き残るために独自の特性を発達させねばなりませんでした。ですのでデメニギスは頭が透明でとてもよく見える樽のような形の目をしているんです。目は獲物を捕まえるために必要なもので常に上を向いていますよね。水深約1200メートルのところには垂れ下がった生物がいます。グロブフィッシュには骨格や筋肉がありません。ゼリーのような肉のおかげで凄まじい水圧がかかっても生きられるんです。見た目に反してグロブフィッシュは獲物を奇襲攻撃します。大抵は海底でじっとしていて無防備な獲物が近くに来るのを待ちます。もう少し深く潜ると非常に恐ろしい生物がいるんですよ。ミツクリザメは突き出た鼻で獲物を感知します。この魚の恐ろしい顎は伸縮性のある人体についています。そして他の生物が近づきすぎると勢いよく口を前に出して捕まえるんです。もしこんな口をしていたら顔から18センチメートル離れたところにある食べ物だって簡単に食べられますよね。もっと深く水深1500メートルまで潜ると他の種類のサメがいます。ラブカは育ちすぎたウナギみたいです。でもエラの裏には先が赤いヒダがついているんです。恐ろしい口にはカミソリのような鋭い後ろ向きの歯が25列、全部で300本も生えています。このサメは水中で浮かんで獲物が近くに来るのを待ちます。そしてヘビのように突進するのです。突然電球みたいに明るく光るものが見えますね。でも近くに来ると恐ろしさに後ずさりしますよ。この生物は大きすぎる歯を持つ改良型のウナギのようにも見えます。水深1800メートルの場所に住むことのできるディープシードラゴンフィッシュです。体内で起こる化学プロセスにより不気味な赤い光ができるんです。この光は他の魚とのコミュニケーションに役立っています。同じく水深1800メートルの場所にはもっと珍しい深海生物がいますよ。最も優れた特徴は巨大な口。フクロウナギは獲物を丸ごと飲み込むことができます。大きなものを食べると胃が恐ろしいほどの大きさに膨らむんです。水深2000メートルの場所では頭に釣り竿を乗せた怒ったように見える魚と出会うことができます。アンコウです。この魚には珍しい瀬戸毛があります。メスだけですけどね。この瀬戸毛は口の中から突き出ていて先が疑似餌になっているんです。光る疑似餌が獲物をおびき寄せるというわけ。アンコウはとても大きな口を持ち、体はしなやか、そして自分の2倍の大きさの生物を食べられるんですよ。水深2100メートルまで潜ると他にも暗闇で光る魚がいます。ブラックドラゴンフィッシュはずるい魚。お腹には光を出す内臓が並んでいます。この気味の悪い魚には目の横にキラリと光る懐中電灯もついています。これで獲物を見つけたり異性を引きつけたりするんです。同じ深さの場所には巨大なダンゴムシもいるんですよ。庭にいるダンゴムシとは違って体長が少なくとも51センチメートルあるんです。巨大な等脚類ですね。そして実際に陸にいるダンゴムシと関係があるんですよ。
カニやエビも同じ。見た目はかなり怖いですが、無害なので安心してください。彼らの餌になるのは、すでに死んだ他の深海動物だけだからです。水深4000メートルまで来ると、海底が少しふわふわになってきたと感じるでしょう。骨食いハナムシがいるせいです。この生物が5センチメートル以上に育つことは稀でしょう。それでも胃の中で生成される酸が強力なため、結構大きな動物でも食べられるようです。この虫は羽みたいで植物のようにも見えます。ですが実際はクジラのような世界一大きな動物の岩のように硬い骨も食べるんです。皆さん、グリッドアイフィッシュを見たら縮み上がるんじゃないでしょうか。頭の上の部分に緑っぽい色の大きな楕円形のプレートがついていますが、目はありません。専門家は、この骨張った皮膜は捕食生物の出す光を感知し、自己防衛しているのだと考えています。水深 5km まで来ましたね。そこに何か奇妙なものが見えます。魚でしょうか。ですが、海底に3本の硬い足で立っています。ああ、糸引きイワシです。怖いというより興味を惹かれますね。この魚は視覚を失うことにより全くの暗闇に適応しているのです。代わりに振動や触覚に頼り獲物を感知します。そしてヒレを手として使って食べ物を口に入れるんです。もっと深く潜っていくのはフェイスレスフィッシュを見てからにしましょう。この奇妙な魚には目がありません。そしてモナリザのように微笑んだ口は体の下にあるんです。正式名称はフェイスレスカスク。この魚が最初に発見されたのは100年以上前のことです。そして2度目に見つかったのは2017年のことでした。水深 10km まで来ると深海ナマコがお出迎えしてくれます。この奇怪な生物は浅瀬にいるナマコよりもかなり大きいんです。彼らはほとんどの時間を海底で過ごします。ですが捕食者から逃げなければならない時には泳いで逃げることができるんです。深海ナマコは明るい紫がかった色をしていて、足は小さく口の周りに触手があります。可愛いじゃないですか。深海生物ってなぜこんなに怖い見た目をしているのでしょうか。深海での生活は水圧が驚くほど高く、食料は不足し、ほぼいつも暗く、他の場所と全く違います。ですので、そこに住む生物はそのような厳しい環境に適応する必要があるのです。史上最大のサメであるメガロドンは捕食者としても史上最大のものでした。ホホジロザメの最大の個体の3倍以上の大きさの体を持っていたのです。特にメスはオスの倍近くあったと考えられており、小型の乗用車を歯に触れることなく丸飲みすることができただろうと言われています。あまりにも強大な存在であったため、メガロドンを捕食する動物はいませんでした。海の帝王として海域から海域へと自由に渡り歩いていたのです。そのためメガロドンの標本は世界中から発見されています。その場所は現在のアメリカ大陸からユーラシア大陸、オーストラリア、日本まで。メガロドンの化石は南極以外の大陸で発見されています。南極にはさすがのメガロドンも寄りつきませんでした。科学的な分析によれば、メガロドンは360万年以上前に絶滅したことが分かっています。もっとも映画のように今でも深海で生き続けているかもしれませんが、恐ろしげなメガロドンという名前は2つのギリシャ語からなっています。巨大を意味するメガと歯を意味するオドント、2つを組み合わせると巨大な歯という意味になります。その名の通り、メガロドンの歯は1つが人間の頭の大きさにまでなります。巨大な歯が全部で276本生えており、それが5列になっていました。それほど大きな歯を持っていた生物は歴史上一部のサーベルタイガーかティラノサウルスくらいしかいません。これらの動物と対決させたらさぞかし見ものでしょうね。何万年も前に姿を消したメガロドンは現代の考古学者によって歯を発見されるのみとなったのです。海の中で探索済みなのは 80% ですから、深海に眠っている生物については多くが分かっていません。
とは言っても人間が深海に降り立ったとしてもメガロドンに遭遇する確率はほぼゼロに等しいでしょう。サメは暖かい近海部を好みます。しかし深海はサメにとって水温が低すぎる上に獲物の数が足りません。深海に住む魚は進化の過程で水圧に耐えられる体の構造を獲得しています。メガロドンが深海にいるだろうという考えにはどうも無理があるのです。さてメガロドンの見た目についてですが、ホホジロザメに似ていただろうという考えには異論が唱えられています。そもそもメガロドンは種の系統としては別物で、どちらかというとシロワニに似ていたと考えられています。鼻先は平たく、目は小さく、背びれは逆向き。シロワニは同じ大きさの背びれを2つ持ち、明るい茶色の体色に白い腹部を持ちます。シロワニ同様、メガロドンにも赤茶色のブチが体中にあったかもしれません。初めて発見された化石のためにメガロドンは恐ろしいサメであると考えられていました。当時はルネッサンス時代で、岩石の中からこれらの歯が発見されたのです。はじめは竜や大蛇の下であると考えられていたこの標本。元にして描かれた絵はこのような巨大な鼻と無数の巨大な歯を持つ生物でした。フィクションではホホジロザメの大型版と描かれがちなメガロドンですが、これは大きな勘違いなのです。むしろメガロドンと同時期に生きていたホホジロザメの祖先は現代でも生き続けています。しかしこの種はメガロドンとは折り合いが悪かったようです。ホホジロザメは小型で素早く、メガロドンの獲物を先に奪うことに長けていました。またメガロドンの稚魚も獲物にしていたため、メガロドンは徐々に絶滅に追いやられたと言われているのです。メガロドンは食物連鎖の頂点に立っていた存在だということが分かっています。その最大の武器は体当たり。泳ぐ速度こそ遅かったものの、その体躯は巨大でした。そのため体当たりの破壊力は非常に大きかったのです。メガロドンはこのようにして獲物に不意打ちを食らわせていました。当てるチャンスは毎回一度のみ。外してしまえば二度目を狙えるほど素早くありません。メガロドンの敏捷性はせいぜい大型トラック程度だったと考えられているのです。ホホジロザメは大人のメガロドンと直接対決した時こそ負けたであろうものの、獲物を奪うことにかけてはメガロドンの上を行っていました。結果メガロドンの獲物は大型の魚やクジラしか残らず、そのクジラが冷たい海域へと移住していくと、いよいよメガロドンの獲物は数を減らしていきました。クジラは冷たい水温に合わせて進化したことでメガロドンを置き去りにしたのです。その後メガロドンは上、あるいは氷河期によって絶滅したと考えられています。メガロドンは現代でいうところのオオメジロザメに似ています。短い鼻に下顎は平たく、体重を支えるために大きな胸びれを持っていました。恐ろしいイメージに反して小煩悩なサメであったと言われており、フロリダ州やメリーランド州、パナマなどにはメガロドンが子育てをしたであろう場所が残されています。浅瀬で稚魚を育てたという事実はそれらの地域から大量の小型のメガロドンの歯が見つかったことで分かっています。これほど子育てをしていたメガロドン、しかしその歯ばかりが大量に残っているのはどうしてなのでしょう。メガロドンは激しく乱暴に獲物に食らいつく習性があったと考えられており、歯はその過程で抜けたのだと言われています。一揃いの歯を失うのにかかった時間は1から2週間。生涯で4万本の歯を失っていただろうと考えられているのです。歯の妖精に全部あげたら億万長者になれる本数。メガロドンの歯は頻繁に海底へと沈んでいきました。幸いサメの骨格の中で歯は最も丈夫な部分であるため、そのうちの多くが化石として残りました。メガロドンの歯が初めて発見された時に、人々が当初それを太古の竜や蛇の舌と勘違いしたのも無理はありません。メガロドンの歯は当時舌の石と呼ばれていたのです。メガロドンが恐竜と同時期に生きていたという通説がありますが、これは嘘。本当だったらよかったんですけれどね。恐竜が絶滅したのは6600万年前。メガロドンが地球に姿を現したのはずっと後になってのことです。最古のメガロドンの化石は2300万年前のもの。もっとも正確なタイミングを計算することはできません。またメガロドンは人類の進化の前に姿を消しています。最初のホモサピエンスが姿を現したのは250万年前。
仮にその当時にメガロドンが存在していたらどうなっていたでしょう。メガロドンによってクジラが数を減らしていたと考えられるため、捕鯨による生活の維持は困難だったでしょう。そのため人類の数は少なくなっていた恐れがあります。またクジラが小さく賢く進化し、狩るのが難しい獲物となっていた可能性もあります。メガロドンは1日に12トンの食料を得る必要があると言われているのです。また例えば伝説上の巨大なイカのモンスタークラーケンは、実際に存在したら大きな影響があったと言われています。その存在によって世界の環境そのものが大きく変わってしまうのです。クラーケンの強力な足は筋肉質で、吸盤が並んでおり、掴まれたら逃げることはできません。伝説上のクラーケンは船を真っ二つにし、深海へと引きずり込むと言い伝えられています。しかしそれ以上に恐ろしいのはその大きさでしょう。古い船乗りの物語に登場するクラーケンはサッカー場10面分の大きさを持ちます。そのあまりの大きさのため、伝説では小さな島に間違えられることもあったようです。昔の人類にそのようなモンスターを倒す術はおそらくなかったでしょう。現実にクラーケンが存在していたとすると、繁殖もしていただろうと考えられます。そのため世界中の海で船が引きずり込まれるという事件が多発していただろうと考えられるのです。そのあまりにも巨大な体のため、必要としていた食料は多かったはずです。海の生き物の数は激減し、シロナガスクジラやホホジロザメ、その他のダイオウイカといった巨大な生き物も絶滅の一途をたどります。クラーケンはイカやタコの仲間である頭足類に分類されます。これらは世界で最も賢い生物の一つだと言われており、クラーケンも同様だったと考えられます。狡猾に狩りをし、開けた場所で獲物を狙いません。例えばダイオウイカは深海で暮らしており、全ての動物と比べて最大の目を持っています。その大きさはおおよそディナープレート程度、獲物を遠くからでも捕捉することができました。同様にクラーケンはソナーで発見される前から船の位置を知ることができると考えられるのです。1857年にデンマークの沿岸で巨大なイカのくちばしが発見されています。またバハマ諸島でもクラーケンの一部と思しき標本が採取されています。これにより科学的に巨大イカが存在すると考えられるようになりました。それ以来ダイオウイカは発見されるということがありました。海の生き物とハイタッチしてみませんか。それならタスマニアレッドハンドフィッシュにヒレを、いえ手を挙げてください。この魚は普通の魚のようには泳ぎません。歩くんです。ヒレみたいな手を使って海底をうろうろしているんですよ。海底を歩くこの魚は泳ぐ人や船にかなり邪魔されます。ペットとして連れて帰りたいという人たちもいます。でも手だけ振ってそっとしておいてあげる方がいいでしょう。コウモリダコ、種の学名はヴァンピロテウティスインフェルナリスといって、地獄の吸血イカという意味です。実際名前だけでなく見た目も恐ろしいんです。暗い赤色で体の下の方にトゲがある上に、なんと体が裏返しになるんです。コウモリダコはこういう姿を見せつけるのを好むのですが、実は人間にとっては子猫のように無害です。人間が腰を抜かすほど怖い姿をしているのに、吸血鬼のような牙は生えていないのです。コウモリダコは海面近くに浮いている植物性や動物性の食物粒子を食べます。捕食動物ではありませんので、巧みな防御戦略が必要です。吸血鬼のような外見は襲ってくる大きな生物を撃退するのに役立っているんです。体を裏返しにするのも皮膚の内側のトゲがある部分で、より恐ろしく見えるからです。また色はないけれど発光する粒子をたくさん含む物質を噴出させて捕食動物の邪魔をします。コガシラネズミイルカ、船でメキシコ湾に出る休日って楽しそうですね。太陽、青い海、そして絶滅寸前の動物。え、なんですって？コガシラネズミイルカは危険ではありませんが、出会った時挨拶してくれたりサインをくれたりはしません。とても恥ずかしがり屋なんです。スペイン語の名前を翻訳すると、小さな牛という意味の海に住む小さな哺乳動物です。目の周りが黒く囲まれているので、私には小さな牛というよりも海のパンダに見えますが、もし出会えたらそれはとても貴重なことなんですよ。
主に漁網に捕まってしまうという理由で絶滅の危機に瀕しているからです。野生では10頭しか残っていないと推定されています。青身の海牛、この小さな生き物は子供向けのファンタジー映画に出てくるキャラクターのようです。ウミツバメや青い天使などとも呼ばれ、大西洋、太平洋、インド洋など様々な場所で見ることができます。軟体動物の一種で、体長は3センチメートルにしかなりません。背中に見える部分は実は明るい色をした青身のウミウシの下腹部です。よく仰向けで浮いていて、海の波の色に溶け込むことができます。青身のウミウシは見た目が綺麗なだけでなく、頭もいいんですよ。ポルトガルの軍艦とも呼ばれるカツオのエボシをよく食べます。そして青身のウミウシはカツオのエボシのトゲ細胞を貯めておいて後で使うんです。防御機能を盗むとも言えます。脅威を感じると貯めておいたトゲ細胞を出して敵に向け、カツオのエボシが持っていたのよりも強力な毒で刺します。大量のトゲ細胞を保存することができるので人間にも有毒です。ですので見つけても手で持たないでくださいね。距離を取って観察するのが一番です。デメニギス、スーパーマンが持つ X 線の透視能力を使ってみたいという方、いつかデメニギスを見ることができれば、気づかないうちにその能力を手に入れた気分を味わえますよ。デメニギスは頭が透明で、中にある目や脳が見えるんです。この珍しい見た目の生物は深海に住んでいます。海の最も深い場所で水温が凍るほど冷たく、暗闇であることが多く、奇妙な生物がうろついています。また水圧は水面の1000倍ほどもあるんですよ。そんな環境のことを考えると、背筋が凍るような気がするという方、後で他の深海生物もご紹介しますのでお見逃しなく。デメニギスは大西洋、太平洋、インド洋に住んでいます。一体なんで頭が透明なんだろうって思いますか？不思議ですよね。この魚の種が発見されたのは1939年なのですが、目が動かないためまっすぐ前を見ることしかできず、視野狭窄だと考えられていました。ですがモントレー湾水族館研究所の研究者のブルース・ロビンソンとキム・ライゼンビクラーが最近、この魚は目を縦に動かして透明な頭を通して見ることができることを発見しました。それで捕食動物が近くにいると気づくことができるんです。頭が透明なおかげで光も多く入ってきますので、獲物も見つけやすくなります。デメニギスはクラゲや小さな魚を食べると考えられています。夜にダイビングすると暗闇でオレンジボールアネモネが花開くのを運よく見ることができるかもしれません。でも急いでくださいね。もっとよく見ようと懐中電灯をつけたら鼻筒に引っ込んでしまいます。メガロドン、人類の知る限り最大のサメはジンベエザメではありません。サメの種全体が王国だとすると、先史時代のメガロドンが海の支配者となるでしょう。メガロドンは遠い昔海に生息していました。1590万年から260万年前、中新世の初期から先新世の後期にかけてです。絶滅して久しいですが、この海の巨大生物は知れば知るほど驚くことばかりです。体長は14メートルから18メートルで、顎の幅だけでも 1.8 メートルもあります。メガロドンの歯の化石は18センチメートルありました。遠い昔に絶滅していてよかったですね。でも未だにメガロドンを見つけようと探し続けている探検家たちもいるんですよ。ダンボタコ、可愛らしいですね。それとも少しゾッとするような。どちらにしても公式の名前は十文字タコと言います。ディズニーのキャラクターにちなんでダンボタコという可愛い呼び名で呼ばれることもあります。ゾウのダンボは大きな耳でからかわれましたが、可愛い見た目であっても近くに住む生物たちの中でこのタコをからかうものはまずいません。またタコとしては海の最も深い場所にいます。そこが恐ろしい場所だってもうご存知ですよね。体長は約20センチメートルで、海底の少し上に浮かんで巻貝や船食い虫、その他海流や熱水噴射口で見つけた生物を食べて日常を過ごします。ダンボタコには17の種がいて、体長や色、体の部分はそれぞれ違います。
風変わりな生物のことをもっと知りたいと思う方、まだ人間は深海をほとんど探検できていないって聞いてワクワクしませんか？これから面白い生物がどんどん発見されるはずですから注目していてくださいね。ラカク翼足類、可愛い外見をしていますが、彼らの食事のことを知ると可愛いとは思えなくなりますよ。好物はカメガイで、粘液の罠を仕掛けて待ち伏せをするんです。イソギンチャクモエビ、体長がたった 1.3 センチメートルの小さなエビです。一風変わった行動をするため、英語ではダンサーシュリンプという呼び名もあるんです。動揺すると頭の上に尾を持ってきて踊るんです。ダイバーによると手に乗ってきて手をきれいにしてくれるんだそうですよ。ヤシガニ、特に日が落ちた後の外見が気味の悪いカニです。成長したヤシガニは体長90センチメートルほどです。成長しすぎたヤドカリのようなカニなんです。好きな食べ物はココナッツですが、トカゲや大きな鳥も捕食することができます。シギウナギ、海洋学者にとってもまだ謎の多い細長い生物です。体長は120センチメートルほどで、背骨には世界中のあらゆる生物に比べてもかなり多い750の骨があります。ウミエラ、ウミエラの体長は 2.2 メートルほどで、多くの種類が存在しますが、そのうわー、これ恐竜の時代から生き延びている先史時代の生物のようですね。この恐ろしい魚はウバザメと呼ばれていて、なんと12メートルまで成長するものまでいます。過去160年の間で発見されたのはなんと3匹だけ。最後に目撃されたのは2015年のことですが、それ以前に発見されたのは約80年前のこと。このサメは餌を食べる際にエビやその他の小型の甲殻類や小動物をろ過するために水面に上昇してくることがあります。ですが水面に十分な獲物がいない場合、約1000メートルの深さまで潜ったまま数ヶ月間過ごす習性があるんです。この事実は研究者が衛星通信型タグを使ったことにより初めて発見されました。ウバザメは暖かい海を好みますが、長距離を移動することもできるので世界中に生息することができます。ですが熱帯地域や亜熱帯地域だと温度が高すぎるので水面に近づくことはありません。北幽霊クラゲはそれほど珍しくはありませんが、そのサイズにはびっくりさせられてしまいます。なんとクラゲ種の中で最大であり最長の生物、その上全長が約36メートルに達するものも。これは科学者たちによって発見された最長のシロナガスクジラよりも約7メートル長いということになります。そしてこのクラゲは70から150本の触手を持っています。この触手には接触した際にかなり深刻な害を及ぼす可能性のある大量の神経毒が含まれているんです。ですがこのクラゲは海岸付近に生息することがほとんどなく、外洋を好むので人間が出くわすことはありません。北幽霊クラゲは海中20メートル以内の場所に生息し、小魚、動物プランクトン、また他のクラゲを餌とし、その触手を使って獲物を捕まえます。スティギオメデューサは真夜中の暗闇の深海に出現します。帽子のような形をした体は直径約1メートルに及ぶことも。そして最長10メートルにもなる4本のリボンのような睾丸を持っています。この非常に稀な生物は睾丸を使って存在に気づかずに泳いでいる海洋生物を捕まえるのです。スティギオメデューサはオレンジ色の頭から出る周期的なパルスによって水中を進みます。そして真っ暗な深海で不思議な光を放つのです。そして北極圏以外の全ての海に生息しています。やはり北極は寒すぎるのでしょう。リュウグウノツカイは奇妙な姿をしているのでドラゴンフィッシュまたはシーサーペントと呼ばれることもあります。体長が約8メートルある最長の甲骨魚であり、1000メートルの深海に生息しています。リュウグウノツカイは主に熱帯地域や亜熱帯地域の外洋の真っ暗な深海で生活しているので水面に近づくことはほとんどありません。リボンのような形をした輝く銀色をしていて、赤くて長い背びれと赤いオールのような形をした骨盤のヒレがあります。鱗がなくかなり細い体の持ち主。
その大きさは体長約9メートル、体重約300キログラムになることもあります。リュウグウノツカイの目はかなり大きいので、真っ暗な場所でも目がよく見えるのです。ラブカは一見、恐竜時代の生物のようにも見えます。実はそのルーツは8000万年前まで遡り、先史時代からの生きた化石なのです。全長は2メートルに及ぶこともあり、英語の名はフリルのついたエラにちなんでフリルドシャークと名付けられています。フリルドシャークなのでサメの一種ですが、ウナギのようにくねくねと動きながら泳ぎます。ですがその口は恐ろしく、ホオジロザメの顎と同様三叉草の形をした300本の歯が25列に並んでいます。研究者たちによって19世紀に発見されましたが、めったに目撃されることはありません。まあ通常120メートルから1280メートルの深海に生息しているので不思議ではありませんよね。ラブカはイカを主食にしていて丸ごと飲み込んでしまうのです。体全体の半分の長さのある顎を大きく開き、獲物を飲み込むのです。ミツクリザメは非常に稀なので、研究者たちも120年以上の間に50回未満しか目撃していません。でも鼻が狭く鋭い歯を持つ恐ろしいサメに出会うことがないのはかえってラッキーかもしれませんね。獲物を捕まえる時には顎全体を外側に突き出して噛みつきます。暗い深海に潜むミツクリザメは美味しそうなイカを目にすると少しずつ近づいていきます。哀れな獲物がサメの存在に気づき、逃げようとしてもすでに手遅れ。顎を口から約8センチも突き出して飲み込んでしまいました。この顎は内側に引っ込んでいますが、皮膚につながっているのです。ミツクリザメは動きが鈍く、獲物を追いかけるのが得意ではないので、この顎がかなり役立っているのです。食べ終わると顎を元に戻し、何事もなかったかのごとく泳ぎ去っていきます。ミツクリザメは主に海底に生息していて、他の多くのサメ種と同様一匹で行動することを好みます。このかなり粗い肌をした銀色の生物はマンボウ。全長は約 3.3 メートルあり、モラとも呼ばれています。マンボウは甲骨魚の中で最も重く奇妙な姿をしているので、英語ではスイミングヘッドと呼ばれることも。この生物は成長しない背びれを持って生まれるので、成長するとかなり奇妙な形になります。丸みを帯びた舵のようになるのです。マンボウにはちょっとぎこちないところがあって、強力なヒレを使いながら横向きになって泳ぎます。マンボウは群れにならず、主に動物プランクトンやクラゲを餌にしています。クモハダオオセは世界でも希少なサメの一種で、成長すると3メートル以上にもなります。他のサメのように恐ろしい姿をしてはいませんが、夜間に泳いでいる無防備な獲物を捕らえるのが得意。このサメには呼吸孔があるので、動かずに海底にいる時でも呼吸することができます。ほとんど動かないので、かなり発見しづらいのです。平らな体と大きな骨盤と胸びれによって、水中の地形にうまく溶け込めます。そのため、隠れるのがかなり得意なんです。この能力は自己防衛にも役立っています。テンジクザメは通常、サンゴ礁の海底の付近の砂底や桟橋の下に潜んでいます。平らな体がかろうじて覆われるほど浅い水中で目撃されることもあります。入道カジカには歯と骨がないため、活発に動き回って獲物を捕らえることはできません。骨格筋の筋肉量が少ないので、ほとんど動けないのです。昔のルームメイトを思い出しますね。そのため海底からすくい上げた生物を餌にしているんです。さらに他の深海生物と同様、エネルギーを節約するのが得意。海面に生息する動物のように多くの餌に恵まれていないので、餌がない時のためにエネルギーを節約する特別なメカニズムを持ちます。入道カジカが生息する深海の水圧は陸上の圧力の約120倍もあるので、海面に引き上げられると奇妙なゼラチン状の塊のようになってしまいます。陸上だと圧力が弱すぎて体が緩んでしまうのです。ホワイトマージンスターゲイザーは入道カジカと海で一番醜い動物のコンテストのタイトルを争えると思いませんか。この魚には頭のてっぺんに目があり、砂に身を隠しながら上を向いた口を使います。
そのため通常砂から目だけを突き出した状態で小動物が通り過ぎるまで待ち伏せしているのです。そして数ミリ秒以下のものすごいスピードで獲物を捕らえます。それによって水中の真空状態を引き起こし、カニ、魚、小さな生物を引き込みます。さらに毒を使った戦法も4億5000万年前、海面がより高くなり、サンゴ礁が形成され始め、地球の気候は安定していて暖かく、恐竜でさえまだいなかった頃、これは骨と顎のあるサメと呼ばれる生き物が現れた時代。それ以来サメは海を支配し、他の海洋生物を恐怖に陥れてきました。それらの多くはホオジロザメのように食物連鎖の中でかなり高い位置にいるハンターとして進化し、外洋での生活に適応していきましたが、現代では昔ほど種類が残っていません。その理由の一つとして恐竜時代の小惑星の衝突が挙げられます。小惑星の衝突でサメの種類が減り、魚を主食とする小型の深海性サメだけが生き残りました。そして時間とともに大きくなっていったのです。海面近くではアオザメやホオジロザメなどのサメの動きが速くなり、周囲と馴染むように灰色と青色の色になったのです。マモンツキテンジクザメは陸地を歩くことさえできます。海水の外では呼吸ができないので浜辺を散歩することはできませんが、浅い熱帯の海のサンゴ礁に生息しているため這うように歩くことができるのです。しかしもっと下の方には神秘的なエイリアンのような見た目をしている巨大なサメの種が存在します。海面に現れることがなかったため、新しい環境や様々な条件に適応する必要はありませんでした。時間の経過とともにあまり変化していないので、まさに生きた化石といっても過言ではないでしょう。これらの生き物はほとんどの場合一般的な五対の鎖列を持っておらず、その数は 6-7対。海の奥深くに行くほど酸素が薄れるため、より多くの鎖列が必要なんです。海面近くにいるサメは鎖列が少なくなるように進化していきました。カグラザメは最も原始的なサメです。骨格は古代の絶滅したサメの骨格に似ており、非常に深い海でしか生き残れません。猫と同じようにサメの目の中には反射する細胞の層があり、暗い深海や曇りの海でもよく見えるようになっています。海面の近くにいるサメは日光の下で狩りをするように進化したため、目が大きく視力に頼る傾向があります。浅瀬に住むサメは砂から身を守るために目が小さいのです。他のいくつかの深海生物と同様に、カグラザメもなるべく多くの光を取り込むために大きな目を持っています。より多くの光検出器を持っていますが、色をうまく区別することはできません。日光が最小限の海の中心層には生物発光のサメが2種います。このサメたちは目の中に光を取り入れませんが、体で光を生成または再放出しているのです。そして皮膚や臓器には柔らかな青緑色の光を発する特殊な細胞があります。独自の光を生み出す深海の生き物は獲物を引きつけたり、動物が追いかけたりするのを阻止したりするのです。科学者によると、お互いにコミュニケーションを取るためにそれを行うこともあるそうです。またカモフラージュするためにも役立ちます。自分の後を追ってくる動物からシルエットを隠すんです。周囲に合うように十分な光を生成します。最も大きくて明るい水中生物は鎧ザメ。海面下300メートルで水底魚や小さなサメを捕食します。およそ183センチメートルの長さに成長し、海面下1000メートルの場所に生息しています。深海のサメは海面のサメよりも大きいのです。ニシオンデンザメは最大 7.3 メートルの長さに成長する可能性があり、これはホオジロザメよりも大きいサイズ。深海巨大小と呼ばれるものがあります。栄養分の少ない深海にいる生物はその方が熱として失われるエネルギーが少ないため大きく成長するのです。ニシオンデンザメはゆっくりと生活しています。代謝がとても遅く、食物なしでも長い期間生きることができるのです。遅いペースでこの生き物は2200メートルの深さで500年まで生きるように進化しました。浅瀬にいるサメは俊敏性とスピードに頼り獲物を捕まえますが、
それは表面にたくさんの餌があるため簡単なのです。餌が少なく生活リズムが遅い深海のサメは別の生活スタイルを身につける必要があったのです。そのため日和見主義で食にこだわりがないので獲物が生きているかどうかを気にしないのです。深海にいるもう一種の生きた化石ラブカは時間の経過とともにあまり進化しませんでした。この生き物はその種の最後であり関連する種はすでに絶滅しています。2メートルの長さまで成長し主にイカを狩り他のサメや魚を捕まえます。見た目は恐竜で蛇のような顔と曲がりくねりながら動く長くて滑らかな薄い体を持っています。尾の力で体を推進させ丸くなることができるのです。ですので他のサメのようにまっすぐに泳ぐことはありません。ダルマザメは50センチメートルまで成長します。そして食べ物がとても奇妙、小さな断片を噛み砕くんです。寄生生物なので大きな生物を餌にしますが生きたままにしておくのです。鋭い歯を持っており、時には恋に落ちた自身の歯を飲み込むことさえあります。研究者の中には歯が抜け落ちる理由として栄養の乏しい深海に生息しているからではないかと考えている人もいます。歯を飲み込めばカルシウムや他の材料をリサイクルすることができますからね。コギクザメは多くのトゲのような隆起部分と2つの小さな背びれを持つ珍しい生き物。主に太平洋地域の深さ最大580メートルの場所に住んでいます。ゾウギンザメは本物のサメではありませんがサメやエイに関連しています。大きな胸びれと骨盤びれ、2つの背びれ、巨大な目、そして1つの鰓甲を持っています。ゾウギンザメの尾は細く最大2メートルまで成長し銀色から黒っぽい色になります。川や沿岸水域だけではなく2500メートルまたはそれ以上深い海にも生息しています。泳ぎは得意ではないので無脊椎動物や小魚を食べる傾向にあります。ミツクリザメ、深海を泳いでいる体がたるんだこの不気味なサメが突然小さい無邪気なイカを目にするとき、そのイカに向かって進んでいきますがイカはそれに気づき逃げ始めます。最初は計画がうまくいったように見えますがサメは突然口の顎を突き出し一瞬でイカを捕まえるのです。食事が終わった後このサメは顎を口に戻し何も起こらなかったかのように立ち去るのです。このような動きを取ることができるのは 7.5 センチメートルの長い皮膚のフラップに顎がつながっているから。それにより鼻から開くことができるのです。長さは最大 0.3 メートル、重さは210キログラムまで成長します。科学者たちはミツクリザメは主に朝と夕方に活動していると考えています。このサメには長くて目立つ鼻と特定の感知器官があります。これは暗い海の深さで電波を感知するために使用されるんです。エビスザメは大きな牛のようなサメ、上は茶色から銀色、下は白、そして黒と白の斑点があります。また体は厚く背びれは小さく鼻はとても広くて鈍いのです。 0.25 メートルまで成長することができ主に570メートルの深い場所に生息していますが湾の深い水路でも見つけることができます。挑発した場合人間を攻撃する可能性があります。ほとんどの深海の生き物のように食べ物にこだわりはありませんがイルカ、アザラシ、ネズミイルカなどの海洋動物が大好物です。メガマウスザメは主に4600メートルの深い場所に生息しほとんどの時間を暗闇の中で過ごします。1976年に科学者はメガマウスザメが動物性プランクトンを食べるために夜間水面近くに来た際に発見。このサメが水面近くまで来るのはこの時間帯だけなのです。日中は静かで暗く神秘的な深海で過ごします。ろ過摂食動物なので口を大きく開けて泳ぎ食べたいプランクトンをろ過します。沿海甲殻類など潜在的な獲物を引きつけるために口の中には光を生成する器官があるのです。これらのサメは海の深部に生息していますが海面から約 3km 未満ではめったに見つかりません。科学者たちは他のより強力な甲骨魚に負けてしまったと考えています。
深海に酸素が供給されるようになったのは約7000万年前ですが、サメはそれよりもずっと昔から存在していました。硬骨魚類は酸素を効率的に使用する方法を調整し適応してきましたが、サメは適応が遅かったために負けてしまったのです。また深海は寒く、魚をはじめとする冷血動物の代謝速度は外気温に大きく左右されるため厳しい状況なのです。オオメコビトザメ、ファンタジーのような名前。世界最小のサメです。手のひらサイズで暗闇で光る力を持っています。やっぱりまるでファンタジー。ヒョウモンダコ、世界で最も美しいタコ。しかし鮮やかな体色は自然界において警告の色。毒を持っています。ヒョウモンダコの毒に対する血清は未だに発見されていません。テレビのリモコン程度のサイズで恐ろしい。サーカスティックフリンジヘッド、わずか30センチメートル程度の体長ながらずっと大きな獲物を飲み込むことができます。顎はまるで恐竜のように開くことができ、タコを1匹丸ごと食べてしまいます。仲良くしなさいな。ハナミノカサゴ、この美しい魚にはとてつもない食欲があります。体の3分の2の大きさの魚を食べて生活し、ヒレに隠された針には強力な毒があります。ニジハギ、ヒレにとても鋭い突起があり、その刃を使って狩りをします。そのトゲには毒を持っています。ミツマタヤリウオ、目のクロロフィルの働きで赤外線を生み出すことのできる唯一の魚です。特殊な潜水艇でなくては届かない深さ 2km の深海に住みます。オニダルマオコゼ、海底で岩に化ける擬態の達人です。時折この魚を踏んだ観光客が背中の針の被害に遭います。針は鋭く、ブーツの分厚い靴底も貫きます。宝来エソ、腕ほどの大きさの魚で体に対して最大の歯を持ちます。とはいえ出会うことはほぼないでしょう。生息域は深さ 4km の深海です。ヤツメウナギ、生き物に噛みついて生きる寄生生物です。淡水に住むヒルの10倍の大きさを持っています。メガピラニア、ドーベルマンサイズの世界で最も攻撃的な魚。群れ一つで牛一頭をものの数分で平らげます。でもご安心を、この生物は800万年前に絶滅しています。ホロソマ、何の変哲もない大きな魚のように見えますが、口を開くと一点そこには人間そっくりの歯が並びます。お金持ちのコロソマは金歯になっているという噂、冗談です。パイアラ、最も危険な淡水魚。体の半分ほどの大きさの獲物を飲み込むことができ、ピラニアにすら恐れられています。チョウチンアンコウ、頭に釣り竿を持っており、それをおとりにして小さな魚をおびき寄せて食べます。シギウナギ、体は長く柔軟です。その理由は椎骨の数、全部で750もあります。対する人間は33から34しかありません。オニカマス、ホホジロザメのような顎を持っていますが、それ以上の武器はスピード。オリンピック選手も抜き去る速度は時速 46km。 マンボウ、成人ほどの大きさに成長することもあり、骨を持つ魚の中では世界で最も重いものです。平和な気質を持ってはいるものの、時折漁船の船底に穴を開ける被害をもたらします。ラブカ、バスケットボール選手の身長並みの体長を持ち、蛇のような賢さで獲物を追い詰めます。ラブカは体を曲げ、そして勢いよく前方へと進みます。口に並ぶのは300本の歯、すごいですね。電気ウナギ、発電機関を体に持ち、1世帯分以上の電力を放電することができます。その威力は大きな馬がしびれるほど。ハコクラゲ、一般的なクラゲのように水の流れに身を任せるのではなく、人間よりも早く泳ぐことができます。また刺された時の毒の威力は凄まじいので、気をつけて常に身を守ろうと構えています。ミツクリザメ、
鼻先が平たく伸びているのが特徴です。また顎をその鼻先まで伸ばすことができます。世界で最も恐ろしいサメの一種。体はピンクなんですけどね。ヒリエワニ、地球で一番気難しいワニ。また体長は6メートルほどと世界最大級です。人間を恐れず獲物とみなします。私はおやつじゃありませんよ。ホコジロザメ、海で最も悪名高いモンスター。観光客のヨットの船底に穴を開けたという事件を起こしたことでも知られています。とはいえボートは沈んだものの誰も怪我をしておらず食べられてもいませんでした。ニシオンデンザメ、海の長寿な生き物。非常にゆっくりとした代謝速度を持ち300年生きることができます。ちなみに最も長く生きた人間は122歳だったそうです。リュウグウノツカイ、アナコンダ並みの体長を持ちます。世界最大の骨を持つ魚です。オニイトマキエイ、笑っているように見えますが人間を見つけると突撃してきます。体の幅は5メートルに達し、針には神経毒を持っています。怖っ。シャチ、自動車並みの速度で泳ぎ体の大きさはミニバンほど。海面からジャンプし獲物を手に入れる海のハンターです。ダンクルオステウス、リムジンほどの大きさだったと言われています。歯は持っていませんが代わりに骨のプレートを持っており、海の生き物の中で噛む力が最も強かったと言われています。カメロケラス、超巨大な太古の貝。その体の 90% は円錐状の殻で総重量が重く動きは緩慢だったと考えられています。そのためカメロケラスは小さな魚が近づくまで海底でじっとしていたようです。クロノサウルス、ワニに似た太古の生き物で、その体は現代のワニの数倍でした。その骨格の中からは恐竜の骨が見つかっており、クロノサウルスが海だけではなく陸でも狩りをしていたことがわかります。ヘリコプリオン、三畳紀の大量絶滅を乗り越えた生き物の一種。高い知能と鼻先の丸いノコギリのような部位を武器に頑張ったようです。エラスモサウルス、まるでキリンのような見た目をしていますが、その2倍の大きさを誇っていました。旅をして歩き、小さな石を飲み込んで消化を助けていました。世界中から集めた300個の小石が化石の中から見つかっています。ダイオウホオズキイカ、大きさはホッキョクグマ2頭分、人間の5倍の大きさです。非常に希少な生き物ですが、極寒の海には未だに生息していると思われています。ザトウクジラ、一般的なクジラと同様に口をネット代わりに使い、プランクトンや小魚を捕らえて食べます。巨大な尾びれは大きな魚の群れを麻痺させるために使うこともあるようです。モササウルス、ラテン語の名前。言えるなんて私偉いですよね。別に。そうですか。モササウルスは地下鉄の車両並みの大きさを持ち、6600万年前の海の覇者でした。顎と頭骨は蛇のそれに似ており、獲物を丸ごと飲み込んでいました。今でもその子孫と言われる生き物コモドオオトカゲが地球には存在しております。不思議ですね。リビアタンメルビレイ、人の知る限り最大の歯を持っていました。その大きさは人間の手のひらの半分ほど。シャチとマッコウクジラの間のような風貌をしていたと考えられています。リードシクティスプロブレマティカス、スクールバスより大きな体を持っていたものの狩りは行いませんでした。体が大きかったため素早い動きは苦手で、プランクトンを主食にしていました。メガロドン、最も有名な太古のサメ。戦車や小さな家屋よりも体重は重く、未だに深海で生きているのではないかと考える人もいるようです。しかしそんなはずはありません。バシロサウルス、現代のクジラの巨大な祖先。大きな後ろ足を持っており、陸上から海へと住処を移動した名残だと考えられています。マッコウクジラ、スポーツチームのような名前ですよね。
体長はバスケットコート1面分で、脳の重量は7キログラムほど、人間の7倍の重さです。イワシクジラ、イワシではなくクジラ。クジラの中で 1-2 を争う泳ぎの力を持っています。時速 45km で泳ぐことができ、エンパイアステートビルの高さよりも深く潜ることができます。シャスタサウルス、現在では骨しか残っていませんが、計算ではテニスコート1面分の体長を持っていたと言われています。シロナガスクジラ、地球史上最大の哺乳類と言われています。その心臓は大きなバイク1台分の重さで、血管の太さは大きな鍋ほどあります。また歌を歌うことでも知られています。北幽霊クラゲ、世界最大のクラゲ。傘の直径は2メートルほどで、触手の長さは10階建てのビル並みと言われています。人間に危害を加える性格は持ちませんが、それでも人間が触手に網のようにかかってしまうことがあります。カツオのエボシ、頭の部分は小さいものの、クラゲのように長い触手を持ち、その長さはサッカーコート半面分です。しかも毒を持っており、魚を麻痺させ捕らえます。毒は人間にも効くので、見つけたら離れましょう。